はい、試合があるからちょっと組み方で組ましてもらえたりしないといけどね、最初の組み方やるから。さく、ひかり、面白いこと言うね。ジャンプ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 、ひかり来て、しのぎ、はい、組み手でね、こうやって掴むときにこう掴んで、こうやってここをこうやられてね、相四つの時とかね、ね、こうやって掴ましてもらえないでこうやる場合があるから、相手が自分と同じ方の組み手だとしたらね、こういう感じ、わかる？肘をウルトラマンみたいな、うん、ウルトラマンみたいな感じで肘を出しといてね、これで殺されるから、ここを掴まれて、ここを掴みたいのに、こうやってギュ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 やって、こんなとこ持ってね、両方、自分は掴めないでこんなんやってるんじゃなくて、ここ掴んできたらもうこう、ジャムするか、こうもう伸ばすような感じ、こういって上から下に、ね、わかる？で、こっち引き手なんかは、結構こう、こういう感じでこう取れないときあるじゃん、この足のこう、こういうの反則だからね、今掴ませないよっていうのは。でもこうやってトリッコしてて、トリッコするで、こう掴めない場合にね、こうやってなんとなくこう掴みやすい方に見せといて、掴まれた瞬間にこう掴むっていう方法もあるから、あの組み手が下手な人はなるべくこの肘で掴みに来て、何やってるの、ね、こう肘ね、肘を動かすようにしてさばいて、わかる？ね、でこうやって持って、こういうのって今反則取られるから、まずこの段階でこうやってる分にはそこまで反則取られないから、組まれちゃってからこう切ったりするとかね、ダメだから。あとは背負い投げとかで、まだね試合少ない人は分かんないと思うけど、いきなり目の前から人が消える時があるから、あるだろ、背負い投げとかで結果背負い投げだったりするんだけど、パーってこう顔見せられてて、こう煽られてね、煽られて顔を上げた時にパーってしゃがまれると、いきなり人が消えたように見えるときあるから、その時は慌てないで、必ず人は空飛べないから、消えないし、必ず足元にいるからね。でそういう子は大体背負い投げとかだから、やって顔が消えたなと思ったら、もうこの膝をねガンって相手に当てれば、あの消えた人もそこにいるのが分かるから、それ慌ててうっとかやるとこんぐらいで回られちゃうからね、人は消えないってことをよく覚えておいてね。あ、いなくなったと思って、だいたい下にいるからピッてこう、これやればだいたい目の前にこう背負い投げの人がいるからね、膝で触ればどこにいるか分かる。それに一回ボーンって引っ張られた時にこう耐えるじゃん、ギュッてやられたくないから、そうすると入ってポコッと投げられやすいから、低い背負いでもっと動くよ、バーってやったらね、自分で足を後ろにやっちゃって胸で相手の上に乗っちゃうような感じです、ビョンってブイッと押すようにするね。技の特性とすると、背負い投げなんか一回しゃがんでね、座った後に起き上がって投げる技だから、座った瞬間に耐えると相手が立ち上がりやすくなるから、座って一番下まで行くときは時間が結構あるから、もっと足を後ろにやって、前に乗っちゃダメだよ、後ろに引き上げるよ、後ろのお前らやってんじゃねえかよ、試合のとき胸合わせる、ドーンって押せると相手が潰れやすくなるからね、低い背負いが来たらドーンって胸で潰すんだよ、足をこうピョンって後ろ出しちゃうみたいな感じで、あのこれとか明かりなんかよくやってるから、知らず知らずに、ちっちゃい時に一回そういう練習してるから、やったろ一本背負いやって、ビタッて広がるの、覚えてる全然覚えてない、ね。
そういうのあるから、試合の時にね、びっくりしないために組み手ね、できない人なるべく肘、こうやって一郎みたいにこう取りいける人はいいんだよ。ね。やっぱり舐められてる人っていうのは、ここをこう潰されて取らせてもらえないから。ね。こんなん手低くしてないで、ちょっとなるべく高くしといて、つかみにくくしとくんだよ、肘を。肘を曲げて、この柔道着をつかみにくくしとくんだよ。こう。こうじゃないよ。おアホだよ、ね、ちゃんと顔を隠さないようにして、どっちからでも取りに行けるように肘を出しておいて、肘から先でね、コントロールするように、忘れないようにね。はい、ランドレーします。はい、もうよ、はい、もうよ。